チが公園で発見した倒れた老人。その老人を解放するが、何やら意味不明なことを言われる。そして両肩を叩かれ、イッチは眠ってしまうのだった。今日の昼に変なおっさんに絡まれて、催眠術か何かかけられたのかな。変な世界に飛ばされた。実はなんやけど話してええ？ええぞ、ええんやで。わいは高校生なんやけど、高校が入試やってたから今日は休みだったんや。なんで、適当に街をぶらついてたんやけど、公園の中に道があって、そこを通りかかったらおっさんが倒れてんの。見て見ぬふりも良くないから解放したったんや。ベンチに座らせ、近くにあった自販機で午後の紅茶買って渡したんや。そいつはなんとなく紅茶の香りがしたから、多分紅茶が好きだろうと思ってのことや。そしたら片をわしづかみにされて、あざーす。って、めっちゃ長い感謝されて、あ、触っちゃいけないね。とか言われた。そしたら今度はなんかよくわからん陰謀論を愛に語り出したんや。中国が、バイデンが、5G が、とかいうおなじみのやつや。Y はこいつが糖質だと思い、適当なところで立ち去ろうとしたんや。そしたらおっさんが、逃げるな、俺は〇〇だ。とか言い始め、Y にじりじり寄ってくるんや。もちろん、こういうご時世だから、Y は後ろに下がろうとしたんやけど、足が動かないんや。膝までは動くんやけど、靴を地面に固定された感じなんや。そして両肩をおっさんに叩かれ、Y は眠ったんや。多分催眠術や。目が覚めたら、Y は自室のベッドにおったんや。Y は夢だったのかな、と思い、とりあえずスマホを開こうとしたんや。そしたらスマホが見当たらない。しゃあないから PC 開こうとして机に向かうと、今度は PC のテクスチャが荒いんや。キーボードのテクスチャがすごく荒いんや。ぼやけてる感覚。なんだろう、一人称でサンアンドレアスやってる感覚。Y は怖くなって、とりあえずマスクつけて財布と鍵だけ持って家をダッシュで出たんや。そしたら街並みもおかしいことに気づいた。まず、車が縦長なんや。縦に3人くらい乗れるスペースがあり、バスやバイクがおらんのや。徒歩の社会人と小学生が異様に多く、そこで Y は今が夕方であることに気づいたんや。少なくとも朝ではなかったで。なんで朝やないってはっきり言えるん？太陽の向きとか？真上に太陽があったんや。それもかなりの違和感やった。真上の太陽なら昼やんけ。すまん、学校とは反対の向きに小学生が歩いてたことを書き忘れた。そしたらすげえ腹が減ってきて、しょうがないからコンビニに向かうことにしたんやけど、道中が違和感だらけなんや。電柱がない。雲が動かない。Y の知人、お隣さん、弟の友人、家族、とやたら会う。道がアスファルトじゃない。街路樹だらけ。コンビニについて、まず Y が驚いたのが、自動ドアが上に開いたことや。ガシャーンって音がして、ガラス張りのドアが上に動く様子はシュールだったぜ。店内も違和感だらけだった。まず、商品が全部缶詰なんや。店員さんは土着そ美人で、エロ本も電子書籍化されとるんや。ただ、ジャンプと月産とヤンジャンだけ噛み合った。ジャンプの、小田くん、見損なったぞ、っていう見出しが Y を笑わせに来ていた。缶詰で食事をするしかないので、仕方なくサバとイワシ、みかんの缶詰をカゴに入れたんやけど、飲み物のコーナーだけ缶詰でないことに気づいたんや。で、飲み物を手に取ろうと扉を開くとまた缶詰。おなじみのジュースやらお茶やらが、缶じゃなく全部缶詰なんや。とりあえずコーラもカゴに入れ、本来はおにぎりだった場所にあった缶詰もおにぎりだと信じてカゴに入れ、お会計へと向かったんや。そしたら、2161円です。って言われたんで、Y は財布から諭吉を取り出して会計をしたんや。店員が美人で全部缶詰でタバコがなくて電子書籍だったこと以外はおなじみのファミマだったぜ。金普通に払えるん？金は財布にメーターがついてること以外普通だったわ。あとなぜか透明なシートも。
果てには店員のマスクさえなかったぜ。というかあの世界の人間はみんなマスクをしていなかったが、例のウイルスは流行っていないのだろうか。じゃあおにぎりの位置にあったであろうから、おにぎりとかじゃなくて缶詰のパッケージはなんか書いてなかった？値札とか、おにぎり130税抜きみたいなの。銀や、一面銀の四角いドラえもんシールの貼ってある缶詰や。なんかはっきり想像できんから後でイラスト描いてみてくれ。はい、下手ですまん。なるほど、おにぎりにドラえもんの絵とかいいね。家に帰り、甲羅の缶詰をまず開けたら、甲羅の色をした丸い透き通った飴みたいな、ビー玉よりかは透き通ってない感じの玉がジャラジャラしてたんや。口に含むと最初の一瞬だけ飴で、すぐに弾けて甲羅になるんや。めちゃくちゃうまかったわ。爽快感がすごいんや。ビール飲んでる感覚、ビール知らんけど。で、次にドラえもんシールが貼ってある缶詰を開けるとおにぎりが入ってたんや。米が主食の愛としてはありがたかったぜ。ここの世界にかなり近いけど、ちょっとだけ技術が進んだ世界とかなんかね。多分そうかも。おにぎりはツナマヨ味だったぜ。めちゃめちゃうまかったわ。コンビニで売っちゃいけないレベルのやつや。とりあえず疲れたんで風呂に入ろうとしたんやけど、なぜか家の風呂がユニットバスに改造されてんねん。入ってる間に母とか妹がトイレしに来たらやだなとか思いながら風呂に入ったんやけど、風呂も近未来っぽくなってることに気づいたんや。なおトイレはいつもと変わらず安心安全のとうとうやったぜ。まず、シャワーと蛇口がないんや。で、壁に変なボタンが2つついてたんや。色は青と黄色でそれぞれ中央に変な文字もあったわ。そういやあの世界に文字はほとんどなかったわ。見た文字はそのボタンと雑誌と電子書籍だけ。缶詰のパッケージは全部写真だったぜ。ボタンは謎のアラビア文字みたいなのだったぜ。とりあえず黄色のボタンを押したら上から泡が降ってきたわ。青のボタンを押したらお湯が今度は降ってきたんや。あのコンボは気持ちよかったわ。それを5回くらい繰り返してワイは風呂から上がったんや。そこでワイは帰りたくなったんや。公園へと向かうと、やはりおっさんがいた。いなかったら積んでたな。おっさんに催眠術なら特養お願いすると、こう質問されたんや。どうでしたか？あなたの世界とは違ったでしょ？お金に関しても不便はなかったでしょ？ワイは、まあまあ不気味だった、と答えたぜ。そしたらおっさんはまたワイの肩を叩いたんや。そこでワイは眠ってしまった。気づいたらおっさんを解放したベンチにワイが座ってた。おっさんは愚か、人影もなかった。で、ワイはスマホを確認しようとしたんやけど、スマホと財布がポケットにないんや。あたりを探しても見つからなかったぜ。だから交番へ行き、さっき帰ってきたんや。これで以上や。他に話すべきことあるかな？すられただけやろ。せや。要するに財布とスマホ取られただけや。だけどあの世界を体験できたことだけは幸運だったぜ。異世界見て幸運だと思えるのがすごい。幸運やろ。憧れの異世界やぞ。本来はトラックに跳ねられるという展開がないといけない異世界やぞ。